はい、改めまして皆さんこんにちは、桃太郎です。9月の16日水曜日の、午後1時2分ぐらいです。昨日は、午前中良かったんですけど、午後にかけて崩れてきて、結構下げました。で、前日の引け値ぐらいまで戻して終了して、最後だけがちょっとね跳ねて終わったんですけども、それがね逆に怪しいっていう風に思ったんですけど、昨日通院だったんでね、チャートを一日中眺められなかったんですね。なので帰ってきてからチャートのね分析をしてみました。でその結果、その持ってるね今上昇してる銘柄だけを見てもあんまりね意味がなかったんで、塩漬けになってる銘柄を見ました。そしたらびっくりすることに同じようなね形のチャートをしてました。でそのことから最後にねこうちょんと買われてるものが、もしかしてね今日、まあ、翌日ですね、売られるための騙しなんじゃないかと思ったんですけども、人気のない銘柄でね、私が塩漬けにしてるところまでがね同じように最後ちょんって上げたってことは、これはねまだね上昇トレンドというか買いがね続くなと思って、今日はね上昇を読みました。結果ね今日ね、持ってる3社の含み益が続伸中です。まあねちょっと横で揉んだりね売りをこなしたり調整しながらなんですけど、まあでもトータル的にはプラスになってますね。まあ本当売り時が難しいなっていうふうに今こう思ってて、まあちょっとどなたかね詳しい方がいたらもう教えてもらいたいんですけど、すごいね上昇トレンドになってて、例えば今1800円とかだったとして、それがねゆくゆく3000円ぐらいになりそうな銘柄だったとします。でその時にずーっとその買い値から3000円近くなるまでもう調整とかね大幅な下落とかもありながらずーっと持ち続けるのか、それともある程度まで上がったら一旦利益確定して、でしばらくして暴落というか、まあ下落、大幅な下落を待ってもう一度買って、もともと買った値段よりは高い値段でもう一回買ってさらに3000円のところまで目指すのか、やり方を教えてほしいです。昨日ね浜寿司に行ったんですけども、お腹がいっぱいで、あとちょっと精神科の通院が迫ってたので食べれなかったミルフィーユなんですけども、その後ね通院が終わって、ドトールに行ったんですけど、ケーキがなんと2個しか在庫がなくて、そのうち1個がミルフィーユじゃないケーキで、もう一個が蜂蜜とレモンのミルフィーユで、このね生クリームの部分が、せっかくのね生クリームが蜂蜜レモンになっちゃってたんですよ。それはいらんと思って食べ損ねて、そこからね数十メートル歩いたらね不二家でねミルクレープをね見つけて買いました。はい、今日のね昼はこれがメインだったはずなんですけども、こちらをね先にいただきたいと思います。やっぱり、ね、空腹は最高の調味料なんでね、 お腹空いてるうちに食べるケーキは美味しいですよね。じゃあいただきます。この生地がとろっと溶けて生クリームのね美味しいね、よいしょ、ちょっとレモンが効いてるようなレアチーズみたいなね風味もあって美味しいです。昨日食べられないと思って諦めたものが不二家で手に入って今日食べられて幸せです。